ミュージックパレット。時刻は午前4時になりました。おはようございます。ミュージックパレットナビゲーターの宮崎由香です。はい、私は今年は5月下旬からノースリーブデビューをしました。はい、そして本日もノースリーブなんですけれども、多分私人よりノースリーブデビューがちょっと早めみたいで、寒くないのって言われることもあるんですけれども、多分ね体温が人よりねちょっと高めなんですよね、平熱が。なので特に寒く感じることもなく、はい、快適に過ごしておりますが、まあ、風邪などひかないようにはねしっかり注意していきたいなと思います。さて、私のプレイリストのコーナー、ミュージックキュレーターは中澤拓也さん。マンスリーアーティスト今週のつぶやき、今月は佐賀県唐津市出身のシンガーソングライター加納江羅奈さんが担当してくれます。宮崎由香のナビゲートでお送りするミュージックパレット、最後までお付き合いください。千田あゆかさん、豆電球、お送りしました。ここでメールご紹介します。神奈川県伊勢原市のラジオネーム、甘エビ王子さん。ゆかさん、おはー、おはー。甘エビサラダを作りながら聞いています。ちなみに甘エビサラダは5年間毎日食べています。という、わー、ラジオネームもね、ぴったりな名前ですね。甘エビ5年間も毎日ってかなり好きなんですね。私が毎日食べるものは何かなって考えたんですけど、最近はないかもしれない。数年前まではアイスを一日中食べてましたね。朝起きてすぐ、でお家出る前、まあ、帰ってきてから、お風呂入る前、お風呂入った後、寝る前みたいな感じで、水分補給かのように一日中アイスを食べてた時もあったんですけど、最近はね、なくなりましたね。いや、5年間はすごいですね。石川県も甘エビすごく美味しいので、ぜひぜひ、もし食べたことなければ、食べていただきたいなぁなんて思いました。代わってお送りする曲は、与那尾さん、愛してる。8月11日リリース。与那尾さんのニューアルバム、遥か今から、先行配信された、愛してる、お送りしました。この後は私のプレイリストのコーナー、ミュージックキュレーターは中澤拓也さんです。ミュージックバレット、宮崎由香がお送りしています。私のプレイリスト。続いては私のプレイリスト。このコーナーは中澤拓也さん、岩佐美咲さん、辰巳優斗さん、おかゆさん、青山真さん、この5人の演歌歌謡曲のアーティストの皆さんがミュージックキュレーターとなって、毎月設定するテーマにぴったりの楽曲をそれぞれがイメージするままに選曲していただきます。今週のキュレーターはこの方、 OK 拓也、雨の日に聴きたい曲選んで。 OK ゆか、こんな曲はどう。畑元博さん、レイン。私のプレイリストコーナー、今週のキュレーターは中澤拓也です。今月もよろしくお願いします。お願いします。さあ、雨の日に聞きたい曲ということで、はい、1曲目は畑元博さんのレインを、聞いていただきましたけれども、この歌の元はこれ大江千里さん、1988年のアルバムですね、 1,2,3,4 というアルバムに収録されてたと、ということで、これ通りで僕なんかどっかで選曲しながら、これどっかでなんか聞いたことある歌だなってずっと思ってたんですよ。あ、そうなんですね。そうなんです。で、その元は大江千里さんの歌で、2013年公開のアニメの映画ですね、琴の葉の庭のエンディングテーマとしてこの畑さんのカバーバージョンが作られたということなんですよね。なんかこう畑さんの歌声の方がなんかこうちょっと雨っぽいじゃないですけど、なんかこの畑さんの独特のこの声で、なんかこうよりなんか雨の雰囲気というか、そういうのがなんかちょっと追加されてるような
感じがしますね。確かに、うん、なんかちょっとどういう雨なんだろうって想像したときに、うん、なんかでもそんな土砂降りではもちろんない感じ。そうですね、そうですね。なんかちょっと軽やかな雨っぽいっていうか。確かに確かに確かに、うん、なんかすごいメロディーもめちゃくちゃ綺麗だなっていうのを感じて、うんうんうん、あんまり暗いイメージのある雨ではないなって。そうですね、確かに。なんか雨の雫の感じがなんかすごくイメージされるような、うんうん、そんなアレンジと、はい、畑さんの歌い方ですよね、うん、はい、素敵な曲。はい、そしてですね、じゃあ次、はい、次の曲ですが、雨の日に聞きたい曲2曲目です。星野源さんの雨音。星野源さんの雨音を、お聞きいただいておりますけれども、うん、この歌はあのもう大ヒットシングルですよ、はい、星野源さんの恋、はいはい、あの逃げ恥ですね、うん、あの恋ダンスでも話題になりましたけど、この恋のカップリング曲がこの雨音という。知らなかったです。歌なんですよ、うんうん、でまあハウスバージョンっていう風に実はこれついてまして、うん、これ自宅録音で撮ってるんですよね。自宅で撮れるんですか。すごいですよね。自宅のまあ多分スタジオなのか、まあ、いろんなこう重ねて重ねて撮ってるのかもしれませんけど、すごい。はい、でこうやっぱ星野源さんってなんかこうコードの使い方とか、うん、こう曲の作り方がやっぱりこうもともとジャズをすごく聞かれてた方なんですよ。でご実家が確かジャズ喫茶かな、へなんかをやられてたんですって、はいはい、で小さい頃からこうジャズをずっと聴いて育ったので、こういうジャズの雰囲気というか、なんかちょっと雨の雰囲気のぴったりな感じの曲は、うん、なんかすごく源さんの多分得意分野なような感じがしますよね、うんうん、なんか本当におしゃれな歌って感じ。そうですね、うん、ああ、なんかこれもなんか土砂降りではないですよね。そうですね、うん、なんか雨だけどちょっとそんなに気分が落ち込んでない日みたいな、なんかそう、これこそなんかこれもなんか軽やかな感じ で、 そうです、ね、雨の日に聴きたくなる、はあ、うん、そうですね、いい曲だな、はい、ということで、はい、今月キュレーターの皆さんにしていきたい質問ですが、はいはい、やっぱりね、あの6月ということなので、はい、雨、この言葉で思い浮かぶことを聞いていきたいんですけど、はい、まずはじゃあ、はい、雨はお好きですか、はい、嫌いですか。雨はですね、ちゃんと降る雨は好きですね。おう、なんかこう微妙に降る雨あるじゃないですか、はいはい、あのバシャバシャじゃなくてちょっと道濡らすかなみたいな、うんうん、あとなんかたまにこう霧雨みたいなのもありますよね、はいはいはい、ああいうのはもう最悪ですね。おお、はい、濡れるし、うんうん、はい、傘持ってない確率も高いし。そうなんです、はい、あとちょっとレースの話になりますけど、はい、タイヤの話になりますけど、いいですか、はい、あ、するなって思ってました、待ってました、なんなら、はい、あのレースって、はい、あの晴れの日用のタイヤとレインタイヤっていうのがあるんですよ、うん、そうなんです。で晴れの日用のタイヤはあの溝がないんですよね。なんで溝のないタイヤを雨の日に履くと水が履けないんで、うん、全然あのグリップしないんですよ、はいはい、でそのために溝付きのレインタイヤっていうのがあるんですけど、中途半端に濡れた路面だとそれが履けないんですよね。ちゃんと濡れてる路面だったらレインタイヤ履けるんですけど、うんうん、なんで中途半端に濡れた路面だとその晴れの日用のタイヤで頑張って走んなきゃいけないんですよ。だから嫌いなんですね。なんか理由があるんだろうなって思ってたら、はいはい、そうなんだ。そうなんです。知らなかった。ああ、もう雪用とそれ以外用みたいなのしかないと思ってた。ああ、そうですね。普通車はそうですね。ああ、ただレーシングカーは、あの、ドライとウェットっていう、そのタイヤが分かれてるんですよ。全然違うもんですか、やっぱり。全然違いますね。雨の日用のタイヤを、例えば晴れの日に履いたら、もうすぐボロボロになっちゃうんですよ。ああ、そうなんだ。すぐなくなっちゃって。そうなんです。あ、じゃあしっかり降るなら降ってほしい。降るなら降ってほしいですね。おー、はい、その湿気対策とか、はいはい、お家とかで何かやってることありますか。湿気対策はそうですね、でもどうなんだろう、基本的にその湿気というか湿度は高い方が嬉しいんですよね、うん、やっぱり歌を歌ってると喉を乾燥するじゃないですか、うん、だから梅雨時期とかはもう最高に個人的にはありがたいんですけど、うんうん、ただ僕あの髪質がすごく硬いというか、はい、髪の毛太いんですよ、うん、で例えばなんかこうセットするじゃないですか、で湿気がすごいと、うん、すぐもうぺっちゃんこになるんですよね。わかります。これは多分女子わかると思うんですけど、めっちゃわかる。例えばこう前髪めっちゃこう、そう、こうね、アイロンとかでこうして、うん、でも雨の日とか湿気がすごいとすぐこうなんかぺちゃーんってなるじゃないですか、うん、私もう今もそうですもん、このマスク生活になってから、うん、この自分の息で、ここからこう鼻の間からこう、そう、鼻の間から、はい、あの湿度がすごくて落ちてきちゃうんですよ、はいはいはい、なのでもうそれが苦しくて、はい、本当
当はちょっと前髪長めが好きなんですけど、このマスク生活が始まってから長めにできなくて、昨日かな、ちょうど自分で前髪切りました。あ、自分で切ったんですかそれ。そう、普段は絶対切らないんですよ、絶対失敗するんで、なのに、でも全然、そうなんです。上手にできたんですよ。今一瞬もう声でもう目で、眼力がすごい、うわーってなる。めっちゃ上手にできて。いや、すごいなんか、自分で切ったと思えないですよ。ありがとうございます。はい。なので、湿気は大敵です、はい、私は。大敵ですよね。これなんか女子あるあるじゃないですか。なんか髪がね、セットしたのが崩れるとか。うん、この子、梅雨時期とか大変じゃないですか。大変ですね。ですよね。あと私がその梅雨でめちゃくちゃ困ったことがあって、はい、その、トランクルームを一時期借りてたことがあって、お家のその冬のものをその期間だけちょっと入れとこうと思って借りて、なんかトランクルーム借りてちょっといい気分だったんですね。はいはい、あ、なんかかっこいいなみたいな、借りちゃったって思ってたんですけど、なんか梅雨が終わって、夏が終わり、秋頃にちょっと出そうかなと思って出しに行ったら、めっちゃカビ臭くて。やばい。もう私お金払ってカビ臭いところに入れてたんですよ。めっちゃショックで、でもすぐその取り出して、はい、で、もうカビ臭くてたまらないけど、はい、でも大切にしてたお洋服だったから、はい、すぐ全部クリーニング出して、はい、なんか匂い取りみたいなやつを出して、はいね、めっちゃお金かかったんですよ。だから、まあ、量も量ですもんね。そう、苦い思い出がありますね。あ、じゃあカビは確かに本当、なんか油断してるとすぐ、そう、家の中とかで言うとお風呂場とか、梅雨時期とかすごいですよね。そうか、ね。カビ。はいはいはい、うん。で、あ、そうそうそう。今住んでる家は、うん、お風呂場に換気扇があるんですけど、うん、引っ越す前の家、風呂場に換気扇なかったんですよ。え、嘘みたいな話。いや、本当なんですよ。え、で、要はその、なんか窓がついてるんですけど、窓を開けないと要は換気ができないんですよ、ね。あ、でも例えばその日の風向きによって、全然こう換気にならない日とかあるんですよ。はいはい、でそうするともう天井とか、梅雨時期とかになると、もうすごいんですよ。カビが生えて、うんうん。そうそう。なんかそれを思い出しました、今。大事なんですね。やっぱ換気とかそういうのは。換気は大事です。今、なおさらね、換気ね、大事にしなきゃいけないですけどね。そうですね。なんかちょっと嫌な話ばっかりしちゃったから、雨の日ならではの楽しみも最後に話しますか、はい、なんか。雨の日ならではの楽しみ。うん、これはね、やっぱ男だったら、はい、例えば学生の時に、はい、急に雨降ってきちゃったってなって、こう、例えば自分が気になってる女の子が、はい、傘忘れちゃったみたいな騒いでた時はもうチャンスです。いや、俺傘持ってるよ、みたいな、はいはいはい。そのためにちょっと大きめの傘を買っとくんですよ。あ、例えばこう、ね、50センチ、55センチぐらいの傘でも入るんですけど、うんうん、でもあえてこう60、70。70でかいですね。70でかいですよね、はい。70あればもう全然もう隣にいる女の子の肩も濡れず、そうなんですよ。ただ70センチのサイズの、はい、その当時ビニール傘って僕学生の時あんまなかったんですよ。今コンビニに行けば70のビニール傘ってありますけど、ね、うんうん、70ぐらいになると、その例えば父親が使ってるようなああいうなんか紺の、はいはい、すごいなんか絵の部分もなんか木で掘られましたみたいな、はい、骨いっぱいありますみたいな、骨いっぱいありますみたいな、はいはい、ああいう傘しかなくてそれがちょっと悩みどころだったんですよね。え、実際にその女の子をそれで雨で救ってあげたこともあるんですか。あげたことですか、うん、ないです。なんで話だったんだろう、今の。ただの願望というか。ええ、あ、そうですよね。妄想ですね。妄想だったんですね。妄想ですね。もう日々妄想で生きてますから。聞いといてよかった。一応、本当にあったのかなっていうことを確認したかった。なかったようで。ないんですよ。よかったですよ。そうなんですよね。ちょっと残念ですけどね。うん。でもまあ、はい、確かに傘もね、なんかいろいろ今種類あって、可愛いのあったりとかしますから。はい、そうですよね。そう、傘専門店みたいなの今あるじゃないですか。ありますね。うんうん。ああいうのもすごいですよね。うん。うん、なので、そういうもので、ちょっと暗い気持ちを上げていけたら、はい、いいんじゃないかなと。ならではの楽しみもありますからね。はい。はい、思います。さて。さて、はい、うん、僕のセリフでしたね。さて。さて、さあ、中澤さくらが選んだ雨の日に聞きたい曲。はい。最後は、こちらでございます。小袋で、サマーレイン。小袋のサマーレインをお届けしております。ね、今週の小袋のコーナーでございますけれどもね。しっかりありがとうございます。ありがとうございます。これ、サマーレインという曲ですが、うん、2009年のシングルですね。はい。虹のカップリング曲ということなんですけど、うん、これ、気がつきました？ん？虹。はい、もう今スノンっていうのが出ましたけど、虹のカップリング曲がサマーレインですよ。はい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 、わかりました。はい、わかりました。虹というのは、はい、例えばこう夏日差しが出てますよね、うん、でこう雨が降るじゃないですか、で虹が出るじゃないですか、うん、こういう遊びを小袋のお二人はされるんです、うん、あ、
東大が虹でカップリングがサマーレインでちゃんとつながってるわけですね。なるほど、そういうことか。そうなんですよ。で、コブクロ初のアニメタイアップ曲なんですよね、このサマーレイン。意外と初。そうなんですよね。へえ。しかもそれがカップリングなんですからね。確かに。すごいですよ。すごい。なんか私のイメージはやっぱ黒田さんがなんかサビのところはメイン歌うみたいなイメージあるけど、なんか小渕さんがの声がしっかりと聞こえてきて、なんて嬉しいコメントなんでしょうか。そうなんですよ、はい、そうです。黒田さんがメインの本当は多いんですけどね、うんうん、でも小渕さんがメインを歌われて黒田さんがハモリに回ってるんですよね、うんうん、これは確かに小袋の中でもそんなにあんまり数ない、そうですよね、歌なんですよね、うん、なんかちょっと明るい、ね、なんか小渕さんのあの声が聞こえてくる感じも、はいはいはい、なんか雨は暗いことだけじゃないよというか、はい、うんうんうん、ちょっとポップな感じで、そうですね、おいいですね、はい、切ない思い出とかそういうものをこう雨が洗い流してくれるっていうのが、まあ、こういうサマーレインの中に出てきたりするんですけど、そういう風に捉えるとやっぱり小渕さんの声の方が合ってるんじゃないかなっていうところで、多分小袋のお二人も小渕さんに歌ってるんじゃないかなと、うん、なんか曲によってその、はい、そのなんだろう、2人でカバーし合うというか、はい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 、素敵ですね。いや、それできるの羨ましいですよね、うん、ソロだったらもう自分の声を変えていくしかないですから、確かに限界あるじゃないですか、うんうん、でもこれが2人いるってなると強みですよね、うんうん、そのグループというか、まあ、2人ですけど、はい、としてなんかいろんな幅が見えるっていうか、うん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 、2人だからこそできる曲、そうですね、でもあって、はい、いい曲ありがとうございました。とんでもないです。ということで、OK たくや、そろそろ時間です。 OK ゆか、最後に僕からお知らせです、今年は中澤たくやのコンサートツアーを、スタートしておりまして、いろんな会場を回っておりますので、中澤たくやのオフィシャルホームページをご覧いただきたいと思います。プレイリストの最後は中澤たくやの曲をお届けしたいと思います。新曲です、約束を聴いてください。今週のミュージックキュレーターは中澤たくやさんでした。次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。 See you ゆか、 See you たくや。私のプレイリストのコーナーでした。中澤さんの小袋愛は止まらないですね。次回も楽しみにしております。この後はマンスリーアーティスト今週のつぶやき。今月はシンガーソングライター加納ラナさんが担当です。ミュージックパレット、ナビゲーターは宮崎由加です。ミュージックパレット、マンスリーアーティスト、今週のつぶやき。ミュージックパレットを聴きの皆さん、宮崎ゆかさん、おはようございます。カノエラナです。様々なアーティストが月替わりで約5分間のフリートークをするこのコーナー。トークテーマは全部スタッフさんが考えて、トークをする本人がくじで決定。何が出るかわからない上にトークのスキルが試される恐ろしすぎるコーナーということでですね編集されないんですね、これね。怖いったらありゃしないですけれども、6月はカノエラナが担当いたします。私、佐賀県出身シンガーソングライターのカノエまでが名字で、ラナが名前、カノエラナでございます。トークの方はですね、驚くほど自信がなくてですね、まあ、なんとこのコーナーですね、一人ぼっちは私が初らしくて、どうしたらいいでしょう。なんかぼっちでずーっとトークつなげていくって、まあ確かに慣れてるっちゃ慣れてるかもしれんけど、あんまりおしゃべりが得意じゃないので、意気込みって言われたらもうとにかく無音を作らないように頑張りますっていうことだけを言いたいかなと思ってます。それでは早速ね、トークテーマを決めたいなと思います。今月はくじ釣りです。釣り竿で紙のお魚を釣ってください。お魚の中に書かれたものがトークテーマになります。一度釣ったお魚はリリースできません。慎重に選びましょうということで、机の上にはですね、カラフルなお魚の形をした紙がありまして、そこにねクリップみたいなのがついてて、
この釣り竿、割り箸、紐、糸、釣り竿、なんて説明したらいいんだ。とにかくこれで、トークテーマをね、釣り上げたいなと思ってます。まずはね、釣り上げるまでにちょっと時間がかかったらやばいので、ちゃちゃっとやってしまいます。よし、どの魚にしようかな。難しそう。でもタコがいいかな。あ、釣れたー！タコ釣れました。よし。では、トークをね、開いていこうかなと思います。これどこから開ける？あ、開いた。ちゃちゃん。では、トーク、スタート！おすすめのアニメ。お待って、初回でこれ弾けたの、これラッキーなのでは？めっちゃラッキーなので。私ですね、まあ、小さい頃からとにかくアニメが大好きでですね。まあ、基本的には、なんでアニメが好きなのかっていうと、うちの父のせいなんですけど、すべて。まあ、お仕事から帰ってくると、必ず、ルパン三世だったり、イニシャル D だったり、まあ、スラムダンクだったり、ルロケンだったりとかをですね、ずーっと、見てて、それを後ろから私くっついて、見てたんですよ、実は。で、そこから、まあなんか自分が多分小学5、6年生になってからかな。アニメをインターネットでいろいろ調べ出して、で、どんどん、アニメオタクにズブズブになっていってしまうというね、道をね、過ごしてきたわけですよ。で、そんな私がおすすめするアニメ、繰り返し見てしまう作品。そうですね。やっぱり、この間のエヴァンゲリオンが完結したじゃないですか。それはもうね、テレビシリーズもすべて、追ってきてるので、すごいそれは、やっぱ完結して、すごいスッキリした気持ち。まだちょっと見てない方はね、あれなんでね、詳しくはネタバレはできないんですけれども、まあ、すごい完結して、スッキリした気持ちで、あ、エヴァンゲリオン終わったんだな、てんてんてん、喪失感みたいな感じだったんで、まあ、エヴァは見てほしいなっていうのはあるかな、一個あるかな。あとね、何回も見てしまうのは、評価という作品なんですけれど、このね、評価はね、推理なんだよな。学園ものなんですけど、まあね、主人公のオレキ宝太郎くんっていう、めちゃくちゃ省エネ人間。もうもうやらなければいいことはやらない。もうやることはもう手短にやるよっていう、すごい省エネ人間の、オレキ宝太郎くんが、チタンダエルちゃんっていう、すごい可愛らしい女の子と出会って、その女の子がすごく、いろんなことに興味を持っちゃう子で、その子の、なんか謎をすごい解決していくみたいなお話なんですけど、もうめちゃくちゃ面白くて、何回も見ちゃうんで、ぜひ、なんか、そうですね、元々小説が、アニメになったものなので、ぜひ、それは、評価は見てほしいなと思います。氷菓子と書いて、漢字で評価です。よろしくお願いします。そんな感じかな。いや、これちょっとね、アニメだけだったら永遠にこれ話せちゃうんですけど、これ。これ、他のやつ釣った方がいいですかね。これちょっとそんな感じの空気をブースの方からちょっと出てきているかなと思ったんで、新しいの釣っちゃいます。よし。釣りまーす。あ、難しい。ちょっとね、黄色いやつ釣ろうとしてる。あ、釣れた。これ何の形だろう。クジラ？クジラか。かわいい、黄色いクジラ。じゃあ、開きます。よいしょ。はい。お、これはなんか時間的に良さそう。宝くじ高額当選したら何する？自分宝くじ買ったことないんだよな。経験したことない。スクラッチは、お父さんからもらってやったことはあるんですけど、そうっすね。まずは、すごく欲しい。フィギュアを買う。まず最初に、高い、フィギュアってね、高いんですよ、皆さん。むちゃくちゃ高いやつで、基本的にまあ、ね、1万5千円ぐらいで買えたら、ギリ、安いのかしら、みたいな感じで、で、3万ぐらいするとすごい、でかくなって、どんどんサイズが、でかくなっていくんですけど、とにかく今はそうですね、私の推しのフィギュアがちょっと高いので欲しいですね。欲しいな。宝くじあったらそれ買うかな。
あと防音施設、シェルターみたいなの作って、もう一生出なくていいように引きこもるかな。そこでもうレコーディングも何でももうできる状況にして、もうずっと一人ぼっちでも行けるようにしたいかもしれない。そんな感じですかね。うん。お！ちょっと、最後、いい感じじゃなかったですか？わからんけれども。5分間、びっちりお話ができました。これは完全にアニメの話に助けられたなって感じですけれども、そうですね。次、もう曲に行ってしまいましょうかね。あ、今週はですね、カノエラナが、お題はですね、おすすめのアニメと、宝くじ合格当選したら何するについてお話をしました。まあ、喋れたかなという感じです。では最後にカノエラナの曲を聴いてください。猫の逆襲、猫の逆襲。聴きながらの締めトークです。はい、それではカノエラナからのお知らせです。そうですね、基本的に私の情報はホームページを見てもらえれば全部わかりますよという感じなんですけれども、ファンクラブを始めましてですね、ファニコンというアプリで秘密カノエクラブという長ったらしい名前でファンクラブを立ち上げました。ファンクラブの中ではですね、生配信をやったりラジオをやったりだとか、日々いろいろね、なんて言ったらいいの、皆さんと会話できたりできますので、ぜひ登録していただければ嬉しいと思います。来週もカノエラナがお送りします。お楽しみに。カノエラナさん、私は実は一度お会いしたことがあるんですけれども、すごく笑顔が素敵な方という印象で、今回もね、5分間大丈夫かな一人でっていう話もしていましたが、いやー、すごく楽しくて、好きなものの話をしているときはやっぱり人は声も輝くんだなというふうにも感じました。また来週も登場してくれます。お楽しみに。ミュージックバレット、今週のゆか推し。このコーナーは音楽、映画、本、食べ物などなど、私宮崎ゆかがハマっていることやもの、気になるものなどを紹介します。今週紹介するゆか推しはこちら、沖縄の塩せんべい。先週の5時台の放送を聞いた方はお分かりになるかと思いますが、ネット局でお聞きの皆さんに説明しますと、先週の5時台朝の音楽室のコーナーにゲスト出演してくれた石垣島出身のエンタメバンド木山商店の皆さんに、ゆか推しのコーナーでおすすめの沖縄のお菓子ありますかと聞いたところ、教えてくれたのが塩せんべいということで、早速スタッフさんがゲットしてくださいました。今目の前にあるんですよ。こちら木山商店の皆さんによると、沖縄の人なら誰でも知っているソウルフードとおっしゃっていました。もちろんそのまま食べてもいいんですけど、チョコを塗ったり、あと木山商店さんは乾燥梅干しをかじりながら塩せんべいを食べるのが通だと言っていました。この塩せんべいは簡単に言うと、小麦粉をベースにした生地を丸型に入れてプレス、焼き上がったら塩をかけて出来上がりというのが定番で、沖縄の駄菓子屋さんでは必ずと言っていいくらい売っているらしいんですよね。子供に人気で3枚セットでチョコペンがついているのが定番、丸い塩せんべいの上にチョコペンで絵を描きながら食べるのがちょっとした贅沢なんだそうです。いろいろな塩せんべいがあるようですが、今回私の今目の前にあるのはマルシンというメーカーの直径10センチぐらいで、厚みが 1.5 センチぐらい、まあ、結構しっかりしてるなっていう感じで、可愛いシーサーのイラストとともに、昔ながらの沖縄の味、沖縄メーカー塩せんべいという風に書いてありますね。わーわー、もうこれ食べたかったんですよね。嬉しいですね。まずはじゃあそのまま食べたいなと思います。手をしっかり除菌シートで拭いていただきます。
壊れないようにしないと。よいしょ、いただきます。うーん、めっちゃ好き。あのね、塩っ気が東京にあるものと違う。これはね、沖縄でね、暑い沖縄で汗を流した後食べるのも最高。塩分チャージって感じ。もうね、おいしい。うん、これは最高ですよ。これは長らく続くものですね。ね、このままでももちろんめちゃめちゃ美味しくて、このまま食べ進めたい気持ちもありますが、チョコレートをつけると美味しいらしいんですよね。本当かな。せっかくチョコペンを買っていていただいたので、茶色いチョコペンで、何の絵描こうかな。ミュージックパレットだから音符とかあ、でもこれ楽しいですね。あ、やばい、お、いいね、音符のマーク書きました。本当かなあ。真ん中に書いちゃった。まあいいか、食べました。なるほど、おいしいこんな塩っ気とチョコって思ったんですけど、めちゃめちゃ美味しくて、あれです、なんだ、ポテトチップスにチョコかかってるやつみたいな、あれ、あれめちゃめちゃ好きなんですよ私。もう北海道のね、ロイズ のポテトチップスのチョコかかったやつがめちゃめちゃ好物なんですけど、それの沖縄バージョンって感じ。いや、これは子供も大好きですね。いや、知らなかった、これは最高です。あ、これいいな、最高、好きな感じですね。じゃあ木山商店さんのおすすめの食べ方を締めにしてみたいなと思いますが、こちら沖縄で、沖縄の銘菓で有名な酸っぱいマンを、乾燥梅干しを食べて、そして塩せんべいを食べるという通な食べ方。あ、酸っぱいマンも大好きなんですよね。じゃあまずは酸っぱいマン、うん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 、そして塩せんべい、うーん、最高、これは強いですね。なんかこの酸っぱいマンってめっちゃ酸っぱいってわけじゃなくて甘みがあるから、この塩せんべいの塩っ気と甘みとで口の中がね、めちゃめちゃ贅沢ワールド。うわ、これはいいの教えてもらいましたよ。もうね、もちろんジンスコーとかもね、あとは紅芋タルトとかも、紫のねとかもいいけど、これから沖縄土産はね、私これかもしれない。うわー、もう本当にいいの教えてもらいました。もうね、とっても美味しくて、この収録がね終わったらたくさん食べてから帰りたいなと思います。いやー、木山商店さん、もう本当にありがとうございました。今週のゆかおしは、木山商店の皆さんに教えていただいた沖縄のソウルフード、塩せんべい、紹介しました。ということで、続いてお送りする曲は、この塩せんべいを紹介してくれた木山商店の曲、お送りしましょう。木山の赤さたな。この曲のサビの部分を木山さんとコラボして TikTok も撮らせていただいたので、ぜひ木山商店さんのアカウントでチェックしてください。木山商店さん、木山の赤さたな、お送りしました。宮崎ゆかのナビゲートでお送りしています、ミュージックパレット。番組ではおはがきメールお待ちしています。メールは mp@tbs.co.jp。 おはがきは郵便番号 107-8066 TBS ラジオミュージックパレットまでお願いします。番組公式ツイッターもあります。ハッシュタグ M パレットをつけてつぶやいてください。フォローも待ってます。ネット局でお聞きの皆さんとは残念ながらここまでとなります。 TBS ラジオお聞きの方は
この後5分間のニュース天気予報を挟んで5時5分からミュージックパレット5時台をお楽しみください。5時5分を回りました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。ミュージックパレットナビゲーターの宮崎由香です。5時台朝の音楽室のコーナーは女性デュオマリオネットのお二人をお迎えします。宮崎由香のナビゲートでお送りするミュージックパレット、5時台もお付き合いください。 TBS ラジオ今月の推薦曲、寺島由布さん、仮縫いのドレス。ユッフィーこと寺島由布さん、仮縫いのドレス、お送りしました。さて今日はプロポーズの日です。ブライダルファッションの第一人者の桂由美さんが会長を務める一般社団法人全日本ブライダル協会が制定しました。ジューンブライド、6月の花嫁は幸せになれるの故事から、結婚の守り神、ジュノーが支配する6月にプロポーズをして、幸せな結婚にゴールインする日とするのが目的です。日付は花嫁が幸せになれる6月の最初の日曜日にということで、今年は今日6月6日がプロポーズの日となります。あー、なんかプロポーズって言葉を聞くだけでちょっとなんかねほっこりするというか素敵だなっていう印象がありますが、そうですね、なんか私の中でプロポーズっていうのはやっぱり小さい頃そういうドラマとかね、漫画がね、私結構小さい時好きだったので、そこの定番でよく見ていた、なんだろう、あれは100本あったのかな、なんか100本のバラをね、なんか海辺港で入ってあげるみたいな、ひざまずいて片足立ててするのがなんか私の中のザ・プロポーズがそれかなって思いますね。でもそんな光景本当にしてる人もいるのかな、結構。どうなんだろう、あれって漫画だけの世界なのかな。100本のバラはいるか。でも、タキシードを着てひざまずいて、港でっていうのはないか。あ、でもなんかそういうのも素敵ですよね。なんか、ザ、これ、みたいな。なんか定番みたいなのも、そういうのもね、なんかやっぱ素敵ですよね。女性は結構、その、なんか、ま、なんて言うんだろう。もう分かりやすくキザな感じとかも好きな女性はね、たくさんいると思うし、私も素敵だなっていうふうに思いますね。なんか、ね、そのために、ねえ、めちゃめちゃ準備してくれたんだと思うし、いや、いいですね。なんか100本のバラってかなりねえ、気合い入れないとプレゼントできないと思うから、私もね、そんな素敵なバラをね、1000本ぐらいプレゼントしてもらえるような素敵な女性になっていきたいですね。1000本は素敵じゃないのか、もはや。どうなんだろう。まあちょっとよくわかりませんが、素敵な女性になれるように、日々精進していきたいなと思います。変わってお送りする曲はミーシャさん、思いハラハラと。映画日の丸ソウル舞台裏の英雄たち主題歌、ミーシャさん、思いハラハラとお送りしました。この後は朝の音楽室、マリオネットの登場です。ミュージックパレット、音楽室。続いては朝の音楽室。今朝のゲストは先月デビューシングルマリオネットの恋をリリースした新世代歌謡デュオマリオネットのお二人です。おはようございます。皆さん、おはようございます。あなたとつながる赤い糸、マオとミナミでマリオネットです。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい揃ってる素敵です。本日もマスクをつけてお送りします。まずはマリオネットさんについてご紹介します。作曲家浜圭介さんに見出された真央さんと南さん、昭和歌謡や1950年代半ばから60年代のオールディーズナンバーを中心に全国のショッピングセンターなどで活動、そして TikTok では幅広い楽曲のハモリ動画をアップしており、フォロワー数は1万人を超えています。5月12日にシングルマリオネットの恋でデビューされました。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。デビューしたばかりということで、はい、それぞれにスポットを当ててみたいなと思います、はい、まずは南さん、はい、南さんは埼玉県出身ということですが、はい、埼玉県の好きなところはどんなところですかやっぱりこう東京に近いということで、はい、まあ、活動拠点が主に東京だったので、うん、まあ、そこに通いやすいっていうことと、あとは川越の方に住んでいるので。いいな、小江戸なんですのんびりとした雰囲気の中で育ちましたね。あ、はい、私も川越に行ったことがあるんですけど、うん、なんかお芋が有名。そうなんです。で、すごいいろんなお芋の屋さん、はい、お芋屋さんなんです。お芋のタルトだったりとか、うんうん、お芋のクッキーとか、もうお芋にまつわるものだったら何でも美味しいです。わー、はい、そして趣味はヨガ、水泳、宝塚歌劇団の舞台鑑賞ということですが、はい、体を動かすことがとても大好きで、うん、で主にやっぱりヨガだったり水泳だったりもそうなんですけれども、宝塚歌劇団を見て私はこの世界に入りたいって思ったので、そこから、うん、体を動かしたり歌を歌ったりするようになりました。何歳ぐらいで宝塚歌劇団さんが好きになったんですか？10歳です。お、結構若い若いんですきっかけは何だったんですか？お母さんがまず連れて行ってくれて、でやっぱり10歳って何も知らないじゃないですかなのでいきなり宝塚の舞台をバンって見せられて、こんな世界がこの世に存在したんだと思って、もうちょっとこう信者のような形で塚オタをしておりました。塚オタ、なんか本当にめちゃめちゃかっこいいですよね。本当なんです。なんか同じ人間と思えないというか。思えないです。なんかすごいおっとりした印象を私は持っていたので、はい、そのヨガだったり水泳だったりそんなスポーツとかも得意なんですね。はい、得意なんです。特技がモダンダンスをしておりまして、モダンダンス。はい、高校3年生の時に全国大会で3位まで行ったぐらいのめちゃめちゃガチ。そうなんです。ど体育会系ですね。はい、なんかすごい見た目からはちょっと印象がちょっと全然違いますよね。違う感じで、はい、わ、素敵です。そして気になったのが特技、はい、手のつぼ押し。そうなんです。こちらは、はい、やっぱりこう人の懐に入るとともに人の手のツボにもスッと入り込むっていうそれを特技にしておりまして、なんかおすすめの場所とかあるんですか？やっぱり親指と人差し指の間のくぼみあるじゃないですか、うん、はいはい、であそこってこうすっごい力を入れないと押せないと思うんですけれども、うんうんうん、私の親指ってすっごいもうガックンガックンに柔らかくてですね本当だ、今回してくれてるんですけど、すごい柔らかい。これをこうグッとそこに入れ込むことができるという、なんかここのその親指と差し指の間のツボって何にでも効きますよね、はい、そうです。なんか私もちょっと体の不調、ちょっと頭痛いなとか、ありますよね、なんか車酔いしたかなとか、はい、そういう時になんか調べた時に大体このツボ出てきますよね。疲れてたりとか目の疲れだったりとか、ここ押すとちょっと目がやっぱり覚めるっていうことで、あ、目も覚めるんだ、はい、万能なツボ。万能です、はい、そして英検は準2級、そして漢検は2級ということですが、はい、どちらもお得意なんですか？まあ、これは人並みに頑張ってきた結果ということでやっぱりこう歌う時にもですね、歌謡曲は日本語がとても美しいものなので、やっぱり漢字であったりとかそういうものを大事にしていきたいなっていう思いもありますし、うん、いずれはやっぱりこう日本語だけじゃなくって、例えばこのデビューさせていただいたこの曲を
違う言語でも歌ってみたら面白いんじゃないかとか、いろんなことを考えているので、言語はこれからも勉強していきたいなと思っています。わあ、なんか文武両道な感じ。どうなんでしょうか。いいです。そして続いて真央さん。はい。真央さんは高知県出身。はい、そうなんです。いいとこですよね。行かれたことありますか。あります。本当ですか。でもライブで行っただけだったので、はい、あんまりその高知ってめちゃめちゃ広いじゃないですか。いやそんなことないですよ。すごく私は四万十川に行きたかったんですけど、ライブする場所がちょうど真反対のところだったのかな、確か、はい、遠くて行けなかったんですよ。そうですよね。2時間ぐらいでも車とかでもかかるので。そうなんですね。はい、そうなんです。高知県の好きなところはどんなとこですか？やっぱり自然がいっぱいなので、うん、お刺身とか、お魚の料理とかがすごく美味しいです。カツオのたたき。そうです。あ、大好きです。あ、本当ですか？はい。もう、お刺身を、白ご飯の上に乗せて、うん、醤油かけて、お茶漬けで食べるとすごく美味しいです。お茶漬けいいですね。私は先日は高知ではなくて都内で食べたんですけど、はい、カツオを買ってきて、はい、アボカドと一緒に食べて、絶対美味しいですね。なんかちょっとポキ丼のマグロじゃないバージョンみたいな、美味しいのかなと思ってやってみたら美味しくて、絶対美味しいですね。ちょっとハマりました。わー、食べてみたい、ありがたいです。そして趣味は写真を撮ること、はい、そして神社巡り、お香、ショッピング、はい、ということですが、はい、写真は、はい。普段、一眼レフとかで撮るんですか？一眼レフと、あとはフィルムカメラを、流行りの、そうなんです。エモエモな感じで。そうですね。ちょっとレトロな感じで、撮れるので、それが好きで、撮った後に、昔だと写真しか印刷できなかったと思うんですけど、今はこうデータにもできるので、インスタグラムとかにこう、ちょっと、映え、インスタ映えなこう、写真を載せたりみたいな感じで。なんかちょっと、はい。なんか不思議な光が入ったりとか、そうなんですね、スマートフォンでは現れないような味があっていいですよね。うん、 そうですね。はい、そして神社巡りもお好きだということですが、はいはい、一番行ったことあるのは浜松町にあります、はい、芝大神宮っていうところがあるんですけど、はいはい、健康にご利益があるということで、やっぱりこう今忙しく過ごさせていただいているので、ちょっと健康をお祈りしに行ったりとかしています。一番大事。一番大事。何よりも大事ですね。はい、そして、特技は韓国語ということで、はい、留学経験もあるんですね。そうなんです。1年間留学したことがありまして、うん、日常会話を喋れるぐらいまでにはなりました。すごい。1年行って喋れるようになるんですか？なんかその前から1年ぐらいちょっと勉強してから、なるほど、はい、現地に行って生活してましたね。確かにいきなりポンと行くんじゃなくてまずは勉強して自分の中で学びを得てから、そうですね、実践練習じゃないけど、はい、そうなんです。結構喋れるようになりました？そうですね、もうずっと韓国語でコミュニケーションを取ってたので、はい、すごい。ちょっと自己紹介とか聞いてみてもいいですか？そうですね。안녕하세요마오입니다오늘은너무따뜻하네요여러분좋은하루되세요すごい。私にはちょっと何も意味が理解できなかったんですけど、안녕하세요、あ、わかりました。はい、あ、こんにちは、마오です。で、こう今皆さん聞いてくださってるので、今日は暖かいですね、いい一日にしてくださいっていう風に。わー、朝にぴったりな感じ。ありがとうございます。すごい声も素敵だから、なんか柔らかい気持ちで素敵です。ありがとうございます。留学しようと思ったきっかけって何だったんですか？きっかけは、K-POP がすごく好きだったので、はい。で、音楽をすごく聴くようになって、やっぱりその、聴いていたら、この言葉の意味を知りたくなって、うん、最初自分自身でこう、勉強してたんですけど、やっぱりこう、本格的に勉強して、こう、現地で生活してみたいなと思って、はい。すごい、なんか、アクティブというか、やろうと思ったことに突き進んで。そうですね。なので、韓国の留学生活の時も結構一人でいろんな場所に行ったりとかしてました。行ったことないんです、韓国は。本当ですか？そうなんです。なんかすごいおしゃれな街が、なんだろう、それこそ映えスポットが
いろいろ宮崎さんにぴったりな場所がたくさんあります。めちゃめちゃ行ってみたいなと思って、はい。例えばどんな、やっぱり、おしゃれなカフェとかが多いので、うん、こう、本当に壁だけ見てもすごい綺麗な、こう、映えになる場所がいっぱいあるので、もうぜひ宮崎さんに立っていただいて、うん、私が写真を撮るっていう。贅沢な。してみたいです。私がインスタで見たのは、はい、パープルの島があるって。はい、聞いたことがあって、なんかすごいそんな感じで、はい、なんかパープル、紫のものを身につけていくと、なんか入場料が無料とか、なんかそういうの聞いたことがあって、あ、そんななんかちょっと面白いところがあるんだって気になっていたので。ぜひ、コロナが落ち着いたら、ね、はい、行ってみてください。うん、はい、ということで、ここからはお二人に質問をしていきたいなと思いますが、はいはい、このマリオネットさん、二人でユニットを組むことになったいきさつは何だったんですか？はい。まず、私、ミナミの方が、2017年にとあるオーディションを受けて、で、そこでこう、今の事務所の方に声をかけていただいて、で、私はそれまでダンスしかしていなかったので、うん、歌は全然やってきていなかったんですが、まあ、なぜか歌手で、じゃあ行ってみようって言われて、うん、声が綺麗だからかな、やっぱり、いや、まあ、何かこう歌の方がいいんじゃないっていうことで、じゃあ歌でやってみよう、まあでも、うん、デュオをやってみないかっていうことになって、うん、そこからこう南の声に合う人を探さなければならないっていうことで、うん、1年間相方探しのオーディションが始まりまして、うん、そこでこう1年後、うわ、誰とも合わないな声ってなっていたところに現れたのがこちらの真央ちゃんでございます。現れちゃいました。一年越しに、はい、そうなんです、出会えた二人、はい、それまでは、はい、お二人ともそれぞれ一人で活動されてたんですか？はい、そうですね、私はもともとその真央の方はシンガーソングライターとして活動していたので、そこからみなみちゃんとの出会いがありまして、こうデュオを結成するに至りました。へー、はい、なんかそういうの出会いってなんか本当運命ですよね。いや、タイミングというか、やっぱりこう何の打ち合わせもしないで、うん、アミンさんの松輪を一番最初に課題曲として歌ったんですけれども、はい、うん、打ち合わせせずに歌えるもんなんですか？いや、それ課題曲みたいな感じでこうそれぞれ練習してきて、もうその会った日にポンって合わせたら、ああ、もう声がもう、こう、倍音というか、一人の声なのに、二人の声なのに、こう、一人の声に聞こえるっていう、不思議な経験をしました。はい、はい。そこでビビッと来て、はい、来ましたね。その時、お互いの第一印象とか、どうでしたか？私の真央の方は、こう、みなみちゃんに会った時に、こう、漫画の中から出てきた、こう、少女。みたいな、こう、ふわっとしたイメージがあったんですけれども、こう、実際にこう、デュオとして活動していく中で、こう、できないこともどんどんチャレンジする、もう、チャレンジ精神の塊の子だなっていう。塊。そういう印象ですね。うんうん、はい。私、みなみの方は、やっぱり、まおちゃんに会った時に、あまりお話ができなかったので、うん、おとなしい、結構クールな子なのかなと思っていたら、割とライブの MC で、急に、アシカのモノマネしたりとか、うん、すごく意外。びっくりした。意外ですよね。え、この人こんなこともするんだ、みたいなことをする、おてんばな子でした。いや、なんか、その、第一印象と中身を知ると、また、はい、面白さを知ったというか。はい。はい。その昭和歌謡曲ということですが、もともとお好きだったんですか？はい、私たち二人とも、祖父母がこう演歌を聴いていたり、はい、歌っていたりしていたので、昔からに聞きなじみはありましたね。はい。そうなんです。はい。おじいちゃんが、私はレコードが大好きなおじいちゃんだったので、うん、素敵。そうなんです。細川たかしさんの北酒場のレコード版をこう、うん、ずっと聞いているっていう、昔から。小さい時から英才教育を受けていたって感じですね。はい。そんなお二人が先月リリースしたデビューシングルが、ユニット名にも入っているマリオネットの恋ということで、作詞が田久保真美さん、そして作曲が浜圭介さん。はい。まさに新世代歌謡曲という印象を受けました。はい。こちらの楽曲は、こう、私たちこのマリオネットが運命の糸に絡まって、こうドキドキしながら翻弄されていくっていう、そういう楽曲になっていますね。はい、すごく覚えやすそうなキャッチーなメロディーも印象的でした。はい、やっぱりこう
浜圭介先生って、本当にド変化とかのイメージが私たちには強かったんですけれども、うん、実際こうアレンジされた楽曲を渡された時に、うん、あ、こんなにリズム打ちがしっかりとされている曲なんだっていうことで、確かに。はい。特にやっぱりサビの終わりの、キスは甘いの、どうなの、しょっぱいのっていう、こう、どん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 ってくるところがあるんですけれども、うん、そこがやっぱり一番キャッチーでメリハリをつけて歌える場所で私たちも気に入っています。うん、私もそこが一番頭から離れなくて、よかった、このいただいた資料に今波線打ってたんですけど、本当にそうなんかそこがすごい、なんだろう、うん、すごく早いテンポの曲とかそういうわけじゃないんですけど、はい、リズムがすごく心地よくて、はい、印象的でした。そこはやっぱりこだわってね。そうですね。振り付けも実はついておりまして、うん、はい、ミュージックビデオとか見ていただくと、うん、はい、その振り付けの部分も見ていただけるので、はい、ぜひ皆さんにも一緒に、ね、やっていただけたら嬉しいです。ね、うん、そんなデビュー曲のレコーディングはいかがでしたか？はい。はい、やっぱりレコーディングの時は結構で立ったまま歌うことが多いじゃないですか。うん、で私たちは二人なんですけれども、それぞれ別々に撮るわけではなくって、二、うん、人でマイクを並べて最初から最後までハモリも含めて全部バンって撮るんですけど、難しそう。そうです。すごく難しくて、やっぱりこう集中して動かずに撮ってしまうんですけど、うん、作曲の浜圭介先生から突っ立ったままじゃなくて、うん、こんなにリズムが多い曲なんだから戻りながら歌うぐらいの気持ちでって言われて、もう二人で並んですごい踊りながらレコーディングしました。その歌う時にそれぞれ気をつけたところとかもありました？はい、私真央の方は浜先生の方からこう歌詞を大切に歌ってねっていう風におっしゃっていただいて、うん、やっぱりこういうスタジオでレコーディングする際も、もうただこう来るんじゃなくて、こう電車に乗ってる時も歩いてきてる時もちゃんと一つ一つのこう出来事をしっかり感じながら来ないといけないよっていう風におっしゃっていただいて、それがやっぱり歌にも出るからっていう風におっしゃっていただいたのをすごくこう心がけながらレコーディングの時は気をつけて歌いました。はい、なるほど。はい、南の方は私はこのマリオネットの恋の中でハモリを担当しているんですけど、うんうん、やっぱりそのハモリって弾きがちになってしまうというか、そうですね、はい、主戦があってのハモリなので、まあ、最初はちょっとこう抑えめで歌っていたんですけど、うん、もうやっぱり抑えていてはいけないと途中から思って、うん、もう主戦を越すぐらいのちょっとハモリの概念を超えるぐらいの気持ちで主戦に負けないようにハモリもしっかり歌うっていうことを気をつけました。うん、はあ、なんか本当に、なんかどっちがハモっているのか、なんか一瞬混乱しちゃうというか、そうですよね、すごい二人の声の馴染み方がすごく綺麗で、素敵だなって思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。そんなマリオネットの恋、YouTube 日本クラウン演歌歌謡曲公式チャンネルでミュージックビデオ公開中ということですが、はい、私も見させていただいたんですけど、ありがとうございます。すごく可愛い世界観。二人が回転してと、はい、というか、なんかそんな演出とかもすごい素敵だなと思いました。はい。私たち、その実際にレコーディングして、ミュージックビデオも撮ってっていうふうにやってきたんですけれども、衣装が、鍵盤がモチーフになっている衣装なんですけれども、はい、あとはやっぱり、二人の表情だったり、振り付けにもぜひ注目して、皆さんにも見ていただけたらなと思います。はい。はい、お二人の YouTube チャンネルもあって、はい、MM チャンネルさんでは、いろんな曲のカバーをされていたりと、はい。はい、YouTube の活動もすごいやってるんですよね。はい、やっぱり歌謡曲だけではなくって、YouTube の方ではポップスであったりとか、童謡であったり、いろんなジャンルの曲も歌っているので、まあ、新しいマリオネットもそこで楽しんでいただけるんじゃないかなと思ってますので、はい、そちらもどうぞチェックお願いします。曲とかはお二人が選んだりしてるんですか？そうですね、はい。はい。基本的にやっぱり自分たちが歌いたいって思った曲だったりとか、うん、自分たちの声に合ってるんじゃないかっていう曲を選曲しております。これからもいろいろ更新する予定ですか？もちろんです。はい。楽しみにしていたいなと思います。はい、ということで、そろそろ終わりの時間になってしまいました。あっという間です。ありがとうございます。あっという間。
マリオネットのお二人からお知らせお願いします。はい。今こうした状況で結構スケジュールが変わってきてしまったりしているので、公式ホームページ、あとはアメブロのマリオネットの日常劇の方で、いろんな情報を発信していますので、ぜひそちらの方をチェックしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。最後はもちろん、この曲を聴きながらのお別れになります。曲紹介お願いします。それではお聞きください。マリオネットの恋。今朝のゲストは新世代歌謡デュオマリオネットの南さん、真央さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ミュージックパレット。マリオネットさん、ありがとうございました。収録の後に実は通報ししてもらったんですよね。意外と指がすごく細いのに、親指のパワーがすごくて、私、ツボ押し結構、あんまり痛く感じないタイプなんですけど、めちゃめちゃ気持ちくて、最高でした。もう片手だけね、やってもらって、本当は両手やってもらいたいぐらい気持ちよかったんですけど、その後自分で反対側のツボも押してみましたが、いやー、よかったですね。素敵な経験をさせていただきました。本当に楽しい時間をありがとうございました。代わってお送りする曲は五木ひろしさんの新曲です。日本に生まれてよかった。徳良俊一さんが作詞作曲を手掛けた曲、数年前から温めていて、様々な歌詞を試みた結果、五木さんの歌唱力、言葉を伝える力に行き着いたんだそうです。五木ひろしさん、日本に生まれてよかった、お送りしました。代わってお送りする曲は、昨年デビュー20周年を迎えた女性デュオ、花花の新曲です。茜空テールランプ、花花、茜空テールランプ、お送りしました。ミュージックパレット。宮崎由香のナビゲートでお送りしています。ミュージックパレット。今週最後にお送りする曲は、大滝詠一さんの名曲のカバーです。藤原さくらさん、君は天然色。藤原さくらさん、君は天然色、お送りしました。ミュージックパレット、お楽しみいただけましたでしょうか。ここでメールご紹介します。ラジオネーム、アディラーのポンちゃんさん、ありがとうございます。背景ゆかにゃ様、おはゆかにゃ、おはゆかにゃ。日曜日朝の超癒しの時間を毎週ありがとうございます。ゆかちゃんがジュースジュースを卒業してもうすぐ2年、卒業後には地上波テレビやラジオのレギュラー、そしてアディラのプロデューサー等とゆかにゃの活動が途切れることなく見られるのは本当に嬉しいことです、ということで、そうなんです。私はね、約2年前にアイドルグループジュースジュースから卒業したので、もう間もなくで丸2年、ソロになって丸2年ですね。いやー、なんか私はもっと経ってる、なんか5年ぐらい、5年は言い過ぎかな、でもなんかすごくいろんな経験をさせてもらっているので、なんか意外と2年なんだっていう気持ちですが、まだまだこれからもっともっとやりたいこともたくさんあるので、引き続き頑張っていきたいなと思います。私へのメッセージや番組の感想など、メールは mp@tbs.co.jp、 おはがきは郵便番号 107-8066、 TBS ラジオミュージックパレットまでお願いします。ツイッターはハッシュタグ M パレットをつけてつぶやいてください。来週の朝の音楽室は山本ジョージさん、松井直美さんのお二人をお迎えします。ミュージックパレット、今週はここまでです。それでは素敵な日曜日をお過ごしください。ナビゲーターは宮崎由香でした。